人になったら天下。剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェア、どうもこんばんは、剣道小林です。ちょっとね、昨日までタイの方にね、ロケで行ってまして、まあ4日間しか行けなかったんですけどもね、昨今はなかなかね、どこもお金がないということでね、それ海外ロケとかも難しいんですけども、2番組を合体させてですね、それでなんとか行くという、強行スケジュールで行ってきたんですかね。1個は僕の特番で、でもう1個は僕がよくゲストで出させてる番組を、その番組ごとこう向こうでやるみたいな、形で行って、で野生爆弾の番組なんですけど、そのもう1個のね、僕がよくゲストで出させてもらってる番組は、で、まだ現在クッキーはタイに滞在していると、ロッシーもね合流して途中で、俺だけちょっと2日早く帰ってこさせられたんですよね、帰ってこさせられたというか、帰国したんですけど、いやこれどうにかならんかったんかと、マネージャーにね、もう何でかいねん俺は、あ、天ガチャですいやそんな、確かこう海外ロケ行くときはね、もう前後結構こうギュッとしていただいて、なんとかその4日間こじ上げて行ってきて、いや天ガチャ、そのスケジュール的にちょっとギュッとするの難しかったらやな、最悪2トライブでやってもらうっていうのもあったんちゃうんかみたいな、いやちょっと2トライブっていうのがねっていうマネージャーがいて、そうか。でその2番組分のスタッフとね、スタッフでも技術さんとか共通してるんですけども、プロデューサーが2人いるわけですよ。でこういう事情で俺だけ変えるんですよ。そうなんですか、そうなんだね残念ですねみたいな、いやだからその2トライブっていうね後輩おるんですけど、そいつらあー2トライブですか、で違う方のね、この野生爆弾 の番組のスタッフに喋りかけて、いやここ声事情で、いやそれ残念ですよね、なんとかなったんじゃないのそれ、いやそう2トライブっちゅうのね任して、あー2トライブさんですか、なんでなお前、俺はお前ら許さないよ、ほんとに。こんな力なき後輩初めて見たよマジ力が正義やからな、悪評が広まってますよ、悪評が広まってって判断してもらったら、あっ2トライブさんですかちゃんと知ってくれてるんすか、いやそれはチェックはしてるやろ、お笑い番組やってるね、やぞやから雲行き怪しいどころか、ほんとお前らおらんかったら俺まだタイおったんや、それは明日休みやね俺の、久々に明日、だ何やったら俺一日伸ばせたんや、おお昨日小葉さん担当のマネージャーさん初めてルミネでご挨拶させてもらいましたけど、全然そんな素振り見してなかったですよいつもお世話になってますみたいな、いやそら素振りは見せえへんどころか、そらちゃんとした挨拶やろ、そらな、ただ裏ではちゃんと判断したらお前らでは無理やってなってるだけやおい、そ感情抜きの判断やろ、そら若い女の子やったで、おいマラちゃんでね、しばきますぞお前らなんでなんでそうなるんすか、帰ってきてくださいしばきますぞお前らほんまにさあこの番組は妄想キーワードに土曜日深夜キッチンな世界でございます、いやもうちょっと痛かったです天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェア、改めまして剣道小林です、そして2トライブ高典と周平魂です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやどうしてくれんねお前、ちょっともうちょっとほんなら僕らもね頑張らんと、ちょっと剣道小林特番、世界の前乗りっていう番組撮って、世界の前乗り
めっちゃ楽しそうな番組ですね。めっちゃ景気ええやん。めっちゃ景気ええ番組です、ね。何や景気ええって。いやいや、すごい、だって。いや、その野生爆弾の番組に備えて、なるほど。さっき前乗りしとくっていう。あ、もう新しい。そういうことですか。めっちゃ新しい企画っすね。そうよ。俺が一人で、さっき海外に降り立って、前乗りして。前乗りして。体制整えておくというとこもあんやん。めちゃくちゃおもろい企画や。なるほど、迎えると。そう、ということなんですね。それ同じテレビ局のあれやからいけるってことですか。ちょっと複雑やねんけど。なんかそうっすよね。だって北さんのやつって。そこは複雑なのよ。はい、まあ、いろいろあってね。はい、いろいろあってというか、無理やりドッキングさせてるから俺が。おばさんが無理やりそこを引き合わしてるんですね。そう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 。こうやったらできるんじゃないですかっていう。そうそうそう、タイで、あ、な、遊んではないんですか。そう、いや、だから前乗りの時は自由やってんけどさ、はいはいはい、飯とか食ってたらそういう遊ぶ時間なくなったよ。ああ、結局ずっと撮って、うん、そうそうそう、あ、じゃあ古着とかも見に行けず、うん、まあそれはその野生爆弾の番組がそういう番組やからね、そういうの言ったけど。ああ、なるほどなるほど、うん、まあだから休みみたいなもんやな。やったらもういいじゃないですか、業界的に。さん、東京のスタッフさんにまでそう思われてるのしんどいな。ツートライブさんは、でそりゃそうやろ、冷静に見て。めっちゃ厳しい。いやいやいや、そんなことないですよ。やっぱりめっちゃ厳しい声だで、やっぱ。いや、そう、会ったこともないのにそこでそう言われてるのはちょっと、ね、いや、そこやでお前、はあ、受け止めろよ自分の立ち位置を、お前。いや、それはもう受け止めたいんですけど、そのまず知ってくれてるっていうのは嬉しかったっすよ。受け止めな、ガッツも出えへんやろお前。そうっすね、ああ、これいっぺん壁自分の中で作って、じゃあここ打ち破りに行くってことですね。何やそのしょうもない言い回しが。ちょっと男気見せ、うん、いやこれ結構やばいよこれ、あの視聴者にバレたら、いや怒られるしやない、いや俺がそのタイ行って女遊びしてへんちゅうの、これ視聴者バレたら。お前ら聞きたい、キャラ守ってくる、炎上です。あ、キャラ壊すなと、炎上ですよ。炎上します。うん、夜も行けなかったんですか。いやいや、その夜なんてそんな遅くまでやってると国じゃないから。そうなんや、ああ、そうなんですか、ロケやから。はい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 、自由日なかったらなかなか難しいこれ。ああ、炎上案件やで。どうしてくれんねんお前。じゃないでしょ、あいつ普通に来て飯食って買い物して帰ったで言って。現地のタイ人に告発されたらどうすんねん。いや大丈夫です、何もされないですよ。炎上案件、炎上しないです。僕ら普通に仕事して、小林さんも普通の仕事ですからね。これ海外、いや、いいですね。でもほんまに海外は、うん、ちなみに海外ロケ今までどういうとこ行ったの。僕ら2回、韓国と、ハワイ、桃子姉さんとハワイ行かしてもらいました。桃子姉さんとハワイ行ってイルカ乗りましたね、はいはい、あ、桃子姉さんとハワイ、はい、めっちゃ最高でしたよ、ほんと。多少のしんどさありそうやな。いや、しんどさというか、その僕一個そしんどくはなかったんですけど、うん、その桃子姉さんがハワイ行き慣れすぎてるじゃないですか。桃子姉さんはもう昔からハワイ好きやから。そうなんですよ、めっちゃ好きで、なんか行きつけあんねん、ブランド品買いあさって、ほんでそうですよ、ほんで行きつけ行かしてもらうってなって、うん、もうめっちゃ美味しいとこあんねんって、はい、むっちゃ楽しみにして行ったら、うん、日本食が食べれる店あって、うん、美味しいんですけど、うん、僕らまだハワイ初めてやし、そうそう、うん、ハワイのもん食べたいんですけど、お好み焼き食べました。あ、それだけちょっと何周もしてるから、そう、もう何回も行ってるから、美味しい和食屋さんあんねんって言って、はい、こう行くんですけど、うん、僕らはハワイのもんまだ何も食べてないっていう、ハワイの食べたかったなっていう、贅沢いいよなお前。いやいや、でもね、それはほんまに、でも、いや俺の行った番組のその我々社偉いさんプロデューサーの人が、はい、あの苦手なのよアジアの料理。ああ。でもやっぱりそのタイ料理の映像を撮りたいから、はい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 、そこで飯食ったりしててんけど、はい、もうロッシーが合流した頃にはその人がもう嫌って言って。ロッシーはタイ料理一回も食べてないと思うよ、まだ。うわ。初めてのタイで。初めてのタイで。食べたかったやろな。そういう感じですね。そうそうそう。ロッシー、俺だから1日しか合流してんけど、俺はロッシーと、はい、普通に焼肉行ったからね、その。でロッシーさんはロッシーさんで、なんで野生爆弾さんの番組で途中からの合流なんですか。制作費の都合。じゃあそうやったら小馬さんが参加してるけど、うん、ロッシーさんが後から。だから俺の番組と合体やから。はいはい。だからこうつないで、そうそうそう、そこに小馬さんとロッシーさんが変わる。そうそうで、野生爆弾の番組は野生爆弾の番組の制作費やん。あ、俺の番組は俺の番組の制作費、それをこう合体させてやってるから。それは向こうの番組の都合よ、それ。あ、うん、ロッシーさんが後で行くって。そうそうそう。ロッシーさんが後で来るっていうのがなんか。もし天狗茶屋なかったって帰ってこんでよかったですよ、ロッシーさん。なかったやろ。なかった、いや、ちゃったよかったじゃないですか、もう。
天下茶屋あって帰ってこれてよかったじゃないですか。ロッシーさんが必要ないやろ。ロッシー、いやいや、ロッシーさんが悲しすぎますよ。いや、ロッシー子供とずっといたいって言ってんねんからお前。いや優しいな、まあ、子供といる時しか楽しくない言うてんねんから。あんな無茶なことしたらあかんねん、買い替えロケなんて。いやちょっとこの間 NGK の喫煙所にいたんですよ、うん、あったらシンクタンクのタンクさんがおられて、タンクな、はい、うん、でまあちょっとチラチラと喋って、うん、この間こうやったなみたいな、あそうですねみたいな言ってて、ちょっとまあ無言になって、うん、でお互い携帯触ってるみたいな、スマホ触ってるみたいな時間になって、でチラッと見たらそのタンクさんがなんかアプリされてたんですよ、うん、なんかこうドンプサラマンするやろ、はい、何らかのアプリは。そうなんですよ、でアプリされてて、あ「タンクさんアプリとか結構するんすね」って言ったら「うん、もうやめてや、もう恥ずかしい」みたいな言い出して、うん、結構ゲームアプリ、うん、ゲームアプリ、ゲームアプリで「課金とかするんですか?うん」それ聞く?」みたいな言い出して、うん、「どうしたんですか?」って言ったら、うん「いやこれもう今もやめてんけど」っつって、うん、俺北斗の拳のアプリにめっちゃハマってて、うん、ほんでもうラオウがなんか出やすいみたいなキャンペーンみたいなのがあって、うん、その時もうラオウがどうしても欲しくてっつって、うん、もう俺別に酒も飲まんし、うん、別にそんなもうお金と使うとこもないし、うん、あともうアプリのこのもうラオウ欲しいと、うん、でもその1万円課金してんと、うん、これ出えへんかったと、うん、うわ、でまた2日後ぐらいにうわーと思って、もうやっぱラオウ欲しいってなって1万円課金したらしいですよ、うん、で出えへんかったらしいですよ、うん、そのままの勢いでもう最後ラスト3万円、うん、課金して、うん、これでもし出えへんかったら俺もこのアプリやめると、うん、もうラオウのこの北斗の拳のゲームをやめるって決めて3万円課金したらしいんですよ、うん、でも全然出えへんで、うん、ほんでもうその最後の最後あと1回やって時に、うん、その家のリビングで1人やったらしいんですけど、うん、ラオウ出たらしいんですよ、うん、よっしゃーって1人で立ち上がってよっしゃー喜んだ瞬間にそのスマホ落としてもて、うん、そのまま床にペチーンってなって、うん、パッともう見たらもうブラックアウトしてたらしいんですよ、うん、ほんでもうなんぼ直そう思ってもつかないらしいんですよ、うんうん、ほんで見てもらったら、うん、これ直らないと、うん、うわでも新しいやつ買わなあかんってなって、スマホで、はい、うん、でほんでもう結局そのラオを取ったけどそのラオも一回も使えず、うん、新しいスマホを18万で買ったらしいんですけど、うん、それも5万課金してそうなってしまったからそのスマホを、うん、23万円したって言って今言い張ってるらしいです、うん、ほんでおうおうおう、ぶっからか、うん、そのあとが意味わからんかったんですけど、おう、23万円やぞって言い出して激高するかそのタンク、え確かにな、ガーって言うのにそんな20だ声張るかな、23万円言わずとも5万やぞっつって、いやいや月光するかっていうとこ言うてんの、マジで勘弁してくれって言うけど喫煙所でなんか思い出してもうあっかも腹立ってきたみたいな言い出して、うんうん、5万あったらカニ食いたかったわーっめちゃくちゃなお前何やねんそのめちゃくちゃしょうもない、何すかめちゃくちゃしょうもない技はタンクさんがそれ言ってたらおもろいな思って喫煙所5万あったらカニ食いたかったわどうしたんすかタンクさん、ちょっと落ち着いてください言った、お前ちょっとタンクに5万払ってこいお前5万円以上の損失を与えてしまいましたからこれで勘弁してください言うと触んなってカニ食いたかった5万あったらなんやこの人そんな人の名前出してそんなしょうもない話するかお前、いやそんなしょうもない、タンクに5万払ってこいお前、うん、いや僕のトークで5万以上の損失与えましたんでいやでもまあ正直そのブラックアウトのとこでちょっと割といい感じかなとか思ってたらあんま全然なかった久々のカニ発動で、うん、え久々カニ発動なんこれ、これ久々のカニ発動っすよね、結構意外と僕小葉さん気にしてないかもしれないですけど意外と風吹かせてたんですよね、うん、これ 2,3 回、はいはい、2,3 回かいここ2,3 回 2,3 回で久々言うたかお前、いやいや 2,3 回はなかなかですほんまに僕の中で2,3 回さ、はい、タンクに謝っとけよこれ、ちょっとタンクさんについでにお前コカジロにも謝っとけ、なんでなんですかコカジロさんに謝る必要ないでしょ、うん、帽子パン払ってから帽子脱げ言うてからすいませんしたって言ってこいお前、コカジロさんはあの、うん、蕎麦アレルギーらしいんですけど、うん、一回なんか後輩が目の前で蕎麦湯飲んでるの見て、うん、それうまいんかって言い出して、うん、アレルギーやのうまいっすよちょっと一口ちょうだいって言って、うん、一口だけ飲んでそっから2時間ぐらいむせてたらしいです、うん、なんだ小梶郎さんの何の話やねん小梶郎さんそば湯飲むやったらもうカニ食うといたらよかったわ
え？小課長さんの、うん、ええー、着々ですよ。マジで謝りに行けよお前。意味わからないですよ、ちょっとラジオで今日。いや、意味わからない。お前が名前出して滑ったんやからいや、ちょっと僕の中でそのシンクタンクさんちょっと鉄板やなと思ったんですけど、ちょっとあんま良かなかったですね、すいません。お前にとっての鉄板ってあれか、その俺にとってのその台所のシンクぐらいなの、ボンボンしたやつか。ちょっと熱いやつ出したらボンボンしたやつか。ステンレスか。マジでそんぐらいなのかもしれないですねどうやら鋼鉄のこと言いなさい。ちょっと次から鋼鉄でいかしてもらいます、うん、はい、また来週お楽しみにしててください。お前が言うねカニが出るのか風になるのか。それではここで天賀さんからのお知らせです。2024年夏、今年も冷やし天賀が始まりました、今年のラインナップは冷感のクール天賀、超冷感のエクストラクール、エクスノークリスタル、ポケット天賀コールドスパーク、そしてホールローションクールが天賀ローションクールに生まれ変わって新しく登場しました。さらに今年はアパレルブランドガルフィーとのコラボビジュアルも公開。平成初期のヤンキーテイストのガルフィーね、はいはい、あのヤンキーのね、はい、懐かしさが感じさせるやんちゃでクールな世界観を表現しております、うん、皆さんクール天賀シリーズで暑い夏をクールに乗り切りましょうということで、うん、はいはいはい、すごいな、すごいですね、うん、もう一回なんか流行ったりしてるもんね、なんかヤンキーっぽいのとかね、はいはいはい、ガルフィー、ガルフィー、うん、いいですね。あ、これが、クール天賀、エクストラクールの天賀ね、うん、目の前にあるやつが、うん、まあ、毎年恒例ということで、うん、ひんやりして、楽しんでくださいということでございます、はい、ガルフィーですね、わ、はい、かりました。マナの、いや、スマホバーンになってケンコバさんのがブラックアウトして欲しいの22万やな23万ですいやいや23万円、はい、でも言えて、さあ、このコーナーは性にまつわるお悩みを女性目線でさくらまなちゃんが、そして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天賀茶やオリジナルステッカー付き、男性向け天賀、女性向けいろは、いろはプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。はい、まな、あ、ちゃんご注文お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まな、あ、ちゃんがデジタル写真集はい、発売すると、はい、うん、そうなんです、流行ってるんですよ、蜜月の10年愛デジタル写真、携帯で、携帯で見れるタイプのもので、めっちゃ便利ですよね、便利ですよ ね、 ね、10年愛というか、蜜月で、はい、こっそりさくらまなと10年間付き合ってるんですという設定か、あ、そうです、そういう設定で撮りました。え、違うでしょ今。おおって。いや、でもそうですよ。え、今見て改めて、あ、そういうことかと。分かってなかった。撮った時は分かってなかったですよ。でも雰囲気的にはそうなんだろうなみたいな。ね。いや、こっそりね。そうですね。あ、コロナ。あ、そうだ、すいませんでした、あの、無事に復帰しました。そうそう、休んでたね、ついにデビューしてしまいました。そうなんです、初コロナで、初やったんです、ね、前コロナなってないの。そうなんです、くぐり抜けてきたのに今この一番少ない、いや、一番余裕こいてるこの時期に、はあ、どっからそんな、いや、でもタイミング的に先月の末のどっかで映ったんですけど、ああ、そこやろなっていう、なんとなくなんとなくのはあるんですけど、あるよね、なんとなく、いや、びっくりしましたね、なんか、うん、コロナじゃない前提で生きてきたんで、うん、そうやな、ああ、そうか、そう、普通の風邪やと思って、普通の風邪だと思って、ええー、なあ、あんまりね、こう、あ、え、え、あ、違う違う違う、ごめんごめん、ええの、いや、だからタイでコロナかかったら帰ってこられんからさそうか、咳込れへんから、咳込んでる人の横座ったりとかしててなるべくタイでホテルでじゃあずっともうなるべく、うん、過ごせる、そう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 、いや、確かに熱も出て、いや、めっちゃ出ましたね、めっちゃ出るんすね、もう39度ぐらい、うわ、しんどかったでしょうね、でもかかってますよね、僕かかりました、はいはい、え、まなちゃん、なんか特殊能力発動してない、え、どういうことですか、たまにおったね、あのコロナの時期、うん、能力者になるやつが、どういうことですか、何もない能力者、いや、俺もなかったけど、はい、どんな感じのですか、俺の知り合いの一人は、はい、身長伸びてん、コロナで4センチ、4センチ、うん、むっちゃ伸びてるよ、いい後遺症や、
それ絶対気づきますよね。もう陽性者気づきますね。気づく。俺も気づいた。お前なんかデカなってない言ったら、いやそれコロナで。そんなことあります？いやだから僕のヒーローアカデミアみたいなもんちゃうかなと思ってんねん俺コロナって。人類が次々能力者になっていくっていう。おコロナによって、うん、隠された能力が。ファーストウェーブやったんちゃう、あれが能力者の。俺はもう失格やねんけど能力者。まだでも失格者やねん。いや私も失格者ですよ、何もなかったの、うん、あと指から霊気発するやつも。コロナになって。違うねん、コロナ明けてからどうって聞いたら、いや指が霜焼けになるんです夏やのに。おうで原因分かんないですけど、指が冷たくなって霜焼けになる。霊気で、ほんまにちょっとほんま能力的な能力者やん。アリスマンや。確かにすごい。後遺症が後遺症がそっちに出るというね。そう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 。ああ、いやなんもなかったな。髪の毛黒くなったやつ持ったしな。あ、それはめっちゃいいですね、白髪から。いやいやいや、茶髪やのに。茶髪それどういう能力なんですか。なんか真っ黒なって思った。黒々しく。へえ。奥田さんは眉毛抜けたっつって言ってたら。ああ言うてた言うてた。その程度の能力やね奥田は。あ眉毛抜ける程度。うん、選ばれたものしか。いやだプラスの能力出てるやつが少なからずおんのよ。それはでも背が伸びるのだいぶ。だいぶ事例としては研究したいですね。うん、いないですもんね、そんな中で。そうですよ。どういう原理なんですかね。すごい味がしなくなるとかだからマイナスのあれですもんね、うん、後遺症ですもんね。そうですよね。あれまだ味しない人。ママの人おんのかな。どうなんすかね。もう、でもなんかいたらかわいそう。辛い人生やでそれ。いたらかわいそうすぎる。1ヶ月ぐらいなくなるっていうじゃないですか。1ヶ月も経つとなんかもう諦めちゃいますよね。なんか人は慣れちゃうからみたいな。でも、わあうまいもん食いに行こうとはならないですよね。ならないですよね。そうか、マナちゃんのことが能力者になってると思ってんけどな。悔しいですねそういうの聞くと。もうでも賃金受け付けへん体とかなってるかもしれない。気づいてないだけで。短くのうちにも。そうですね。うん、でもだいぶ賃金から今疎遠なんで、うん、はい、もう。賃カスも。チンカソもそういうもんで、うん、はい、もう食べてないんで最近ちょっと比較でき食べ物ちゃうんだよ。もともとが能力者やったんちゃいます。失ったかもしれない。じゃあまあこのデジタル写真集ね、はい、はい、デジタル写真集お気軽に購入できるんでデジタルなんで。そうなんです、ね、はい、こっそり買えるんで かさばらないですし、はい、よかったらお願いします、はい、よかったらお願いします、はいはい、さあそれではまるちゃんと一緒にお悩みメッセージに答えていきたいと思います。まるちゃんメッセージの紹介お願いします。はい、まず沖縄県カスタムテンガさんからのご相談です。ケンコバさん、まなちゃん、ツートライブさん、こんばんは。僕の彼女は足の指や背中をアイブされるのが好きで、そればかり求めてきます。僕はクンニやアナルを攻めたいのですが、足の指や背中が感じると言ってきます。僕の望むセックスができるにはどうしたらいいですか、教えてください。まあ、どうしたらいいですかって浮気するしかないよね。出たアドバイス、小林さんアドバイ ス。どう思いますか、さくらさん。まあ確かにこれはもう、うん、だって彼女には答えてあげるしかないやん。そうですね、うん、浮気しかないんですかね。やっぱそうなりますか。しね、浮気できんちゃう。いやどういうことですか。どういうことですか。偏見すごいな今の。いやとか言うやんか。まあ開放的っていうか。開放的というかその、あのそこの秩序ないみたいな。ああ結構ね。そうなんですか。シングルマザーもね一番多いっていう。原因なんですか。やっぱ働かない人が浮気するからみたいな。ほうほうほう。これどっちもやったらいいっていうことにはならないですか。その時間をちょっと、ね、時間をちょっと伸ばして。うん、足指背中やった挙句くんにあねる、うんうん、でもそれ求めてくる時点でいいですよね。分かりやすいというか、それ知っときゃええってことじゃないですか、うん、言ったらそうね、うん、楽ちゃ楽。そう楽ちゃ楽ですよ、うん、はい、求めてくれるんやったら一生舐めといたらええわ、うん、一生舐めといたらええ、お前なんか一生舐めといたらええわ、お前一生舐めといたらええわ、そんな厳しいこと言うの。一番はカスタム手がなんか一生舐めとったらええ、ほんま。うん、足の指と背中を、背中を。まあでも浮気するしかないんだ。なんなんですかそれ、浮気するしかないっていうの。浮気だな。うん。アナル攻めたい。でもクンニとアナルすごい苦手な人いませんか、元々。女性がですか。女性がされるのが。あ、はいはい、はい、いる。
本人自体を受け付けない人もいますもんね。いるね、あの絶対やめてっていう人もね、足閉じに行くみたいな、うん、あれはどういう感覚なんですか、女性的には嫌がる人って。嫌なんじゃないの、単純に恥ずかしいは、まあ、まあまあ分かるんですけど、でもこれ付き合ってたらもうそういう関係あるわけじゃないですか、うん、でもなんかついてたら嫌だなとか思いませんか、うん、トイレットペーパーのカスとか、とそうなんかなんか本当に万全の体制だったら、あ満を持してみたいな感じですけど、はい、うん、満だけに満だけに満だけにお風呂上がりとかね、そうですね、そういう時以外はちょっとやっぱりなんかねえ、なんか心配じゃないですか、ちょっと匂いとか浮気しかないってことなんですね。そうですね、しかないと思う、しかない、多分他はあるとは思う、しかないということで早いということですね、こちらの方にはポケット10がウェイブラインを差し上げます。続いてが滋賀県のカラマアルコさんからのご相談です、うん、はい、天ガチ屋の皆さんこんにちは、毎週楽しい放送ありがとうございます。折り入ってご相談がありメールさせていただきました。皆さんにとって魅力的な女性とはどんな女性でしょうか。私の夫は最近仕事が忙しく性欲がなくなっている様子です。本人も性欲が落ちてるわ、やばいわ、元気になるまで待っててと口にして悩んでいる様子です。私の性欲はもともと人並みかそれ以上で週に1回以上はしたいのですが、実際は1ヶ月に1回あるかないか、かなり減ってしまいました。しかしいつ夫から誘われてもいいように自分は魅力的でいたいと思っています。常に夫好みの下着を身につけて筋トレを続けて、日頃からムダ毛やアンダーヘアのお手入れは万全です。ただ何をしても回数が増えることはなく、それらの努力は単なる空回りではないかと不安になることがあります。夫がしたいなと思い続ける女性になるにはどんな努力が必要なのでしょうか。ケンコバさん、ツードライブのお二人には性的に魅力的だな、いつまでもしたいと思う女性はどんな方なのかお聞きしたいです。さくらまなさんには性的に魅力的であり続けるために常に意識していること、外見的なことだけでなく内面的に磨いていること、考え方などあればぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。親身、親身な相談ですよこれ。魅力的な女性、これでも一旦このほんまに夫の方が抜けたらもうすぐ別に戻るんじゃないですかね、こんな。うーん、今は性欲がなくてちょっと忙しいから、うん、正直ありません、こう性欲上がってる時と落ちてる時って。うーん、男性もそうなんですか。まあまああるやろうね。うん、そうですね、浮気するしかない。なんで、めっちゃ楽やん、もう全部それでいけるやん、全部解決する。いやだから否認だけは完璧に近い状態にしてくださいよ、その代わり、うん、いやでも寿司でこの人多分でも夫のこと好きっすよね。めっちゃ好きですよこれ、うん、その気持ちをその浮気に持っていくのはちょっともったいないかな。その気持ち浮気持っていったらいい浮気できると思うんですよ。いい浮気完全犯罪の時代にいい浮気を確かに、はい、公言するのはすごい。充実した浮気できると思う。いろんな感情動きそうな浮気ですね。ラジオだけやで、内容はめっちゃいい浮気ができる。うん、いやいや、いやでもこれもアンダーヘアの処理とかね、そういうの常にこう筋トレとかしてけなげじゃないですか。いや偉いですよ、偉いね、うん、これはちょっとなんとかしてあげたいですけどね。だから充実したセックスライフを送るためには完璧な浮気するしかない。完璧な浮気バレない、完璧週に1回以上したいんでしょ、だってそりゃしたいでしょう、うん、仕方ないんじゃないですかそれは。違う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 、何かを得るには何かを捨てないと。違うんですよ、聞いてるのが都合のええ話あるから。急に怒り出したよ。ちょっと待ってください、急に厳しなと、うん、性的な魅力的だなといつまでもしたいなと思う女性はどんな方なのかをお聞きしたいっていう、うん、はい、話なんで。そんなもん10人といるやろ。それを言ってしまう。ごもっともなんですけど、ごもっともなんですけどね。それを教えてほしいって言ってるんですけど、はい、魅力的な女性になりたいって。それは10人といろじゃない、ほんまに。いやでもほんまにそうなんですけど、ね、でもこの頑張ってる姿をもうが向こうにバレてしまえばしまうほどちょっとふわって引いてしまう男性もいますもんね。あ、それはありますよね、はい、きっとね。勝手なね、そんな男の勝手な、勝手なあれですけど、そんな部は許してやることないと思うよ。そうね、そうですよね。だから十人十色なんでしょうね。でもそこは、うん、それを喜ぶ男性もいるかもしれないし、そんな頑張ってくれてんねやっていう。うん、うん、まあこれでも仕事が忙しいってことですもんね、とりあえずね、今はってことですよね。うん、うん、これ多分やりたくないねんな今、これ性欲落ちてるわ、やばいわ、元気になるまで待ってて、で、うん、こんなん言うってね、あんま言わないですよこれ。
まあでもご丁寧にって感じですよね。なんかこう、わあでも怪しいな。怪しい。ちょっと怪しいな。性欲落ちてるわ。やばいわ。元気になるまで待ってて。怪しいななんか。感じます。まずオナニーはしてると思います僕。おお。この感じって。オナニーはしてます。どうしたどうした急に。いや俺これ怪しいと思ってきました。何怪しい。まずオナニーはしてるのは見えたんですけど、うん、もしかしたらですけど。うん、いや他でやってる可能性も出てきたな。別にええやんけ。ひどいひどいこと言う。いや別にええやんけ。この、ね、それ世の中ほとんどそうでしょそれ。いや夫が他でやってる可能性出てきましたよこれ。でそれやってて性欲落ちてるわ、やばいわ、元気になるまで待っててと言わんとこね。俺そこに怪しむんやったら、うん、性欲が落ちてるっていう言葉は言う必要ないし、うん、待っててっていう必要ないし、外でやってた方が俺やると思うね。あこんな求めてきてる女性が横におったら、外でやってればやってるほどそこをあの先にこっちから芝居とくみたいな、うん、先に攻撃される前に攻撃しとくみたいな感じで言ってると思う俺は。えらい詳しいね。なんやこいつ。何ですか今の。え？えらい詳しかったから。えらい詳しい。えらい詳しかったっすよね。やってちゃう。いや俺男の感情としてはそうやと思うんで、俺はそのそうなる。えらい詳しい。えらい詳しいっすよね。こんな。顔作ってラジオやるに。もう一回もう一回今の顔でえらい詳しいね。顔作って相方にだけ。めちゃくちゃ。えらい詳しいね。何やこいつ。あちょっと違うな。さっきの方がなんかもっとこう。あのマニーマニーの顔でしたね。マニーマニーの顔。顔がちょっとずれてました。マニーマニーって何やったっけ。マイクマニーマニーマニー。誰がやれ言うてん。誰がやれ言うてん。周平がやれ言うてん。勝手なことすんな。すみません。もうなんか解決なんもしてないけど、もうしゃあないですね。浮気いやでもまあその性欲落ちてる時期っていうのは俺はあると思う、はいはいはい、もうちょっと待ってあげてくださいということですね、うん、こちらの方にはテンガオリジナルコンドームを差し上げます。はい、続いてが広島県の今後も三浦マイルドの懐刀さんから今後も離れろもう突然ですが大人のセックスって何ですか、先日アラフォー女性3人がセックスについて語り合うシーンのある電子漫画を読みました。それは A いい年して未だに若者みたいなセックスする男がいるのよ、うん、B そうそうすぐにあそこに指入れてかき回すやつね、 C それでテクニックある感出してるけど正直気持ちよくないしもううんざりなのよね、いい加減大人のセックスしなさいよって感じ的なもので、それを読んで今更ながら自分のセックスは大丈夫なのかと心配になったのです。確かに20代前半までは AV のようなセックスがいいんだと思っていましたが、実はそうではないことを知り、年を重ねるごとに相手が喜んで感じてくれる行為に徹するとともに、気持ちよかったらいっぱい声出していいけど痛かったら言ってねと優しい声かけもできるようにもなりました。ただいつもあそこから先に攻めてしまいますし、相手の喘ぎ声が大きくなった時にかける言葉が本当は痛くて声出してるんじゃないの、いや止めてもいいんだよとなぜか標準語になってしまう吉祥自分がいるため、自分のセックスは成熟していないのではないかと不安です。皆さんは大人のセックスができていますか。また高則さんは標準語ではなく広島弁での声かけができていますか。あとエッチの際にこれいやイチコロ用的な胸キュン広島弁講座があれば高額のために教えてください。なるほどね、はいはい、広島弁でね、このセックスしてる最中に大人のセックスですね。セックスしてる最中はそれ広島弁になるもんな、それ戻るん。いやそれは戻、その広島でやったとしたら多分戻るやろ。広島でやったら場所の問題ない。いやこれ意外とそうですよ、相手が広島人やったら戻るんじゃん。戻ると思いますこれは。会話と一緒や、はいはいはい、広島でどれぐらいやれてるんですか、その広島で仕事行った時には。えやれてるっていうのは、いや広島行った時はその広島に戻るという、あいやいや普通に広島に行った時は広島でもしやったとしたら戻ると思いますよっていう。やってはない。えやってはないですよ。おはいはい、やってはないですよ、はい、でも言っても大丈夫ですよ、もし知って。いややってないです。赤ちゃん受けてるというか。いや今ちょっと広島弁でこうどう言うかなみたいなのをちょっと今考えてて、おはい、ちょっと思いついたなっていう。なんか手に取るようにテンパってるやん。思いついた。二人ともなんかありそうです。なんかちょっと思い出したかのような雰囲気ありました。広島弁でね。言いますよこんな。広島弁で気持ちいいなぁは、う
なんて言うんですか、気持ちいいなというか、まあ、これ女性にこう言う時ですよね、はい、言う時、えー、じゃるむちゃくちゃいいじゃるがどうじゃこれ、うん、気持ちよくなってきちゃんか、おっとりゃお前ぶち殺せるかじゃれ、殺したあかんよそんなやつ、最悪セックスして、セックスするだけでめちゃくちゃ広島の評判落とすでね、ぶち殺すとかそんな言うん、大人のセックスから程遠い、何が大人やねん、この人は広島弁講座とかあればって言うんで一応こんなやばありますよっていう、いいじゃるけ気持ちいいじゃるけいやなんかちょっと荒々しいんですかそんな広島弁、まあ、まあそれ広島はね、広島の人は結果、はい、それが一番ダメやと思うよ俺危機管理がなってない、ダメ、はい、気持ちいいかどうか聞くのが、ほんまにそうですね、うん、いやこれね女の子も多いねんけど、はい、気持ちいいっていうね、確かに癖で言っちゃいますよね、そう癖で言っちゃうんだけど、あれはね男女ともにあれを言ったら大人のセックスじゃないやしね、言わなしゃーなーなくなるし、気持ちいいって聞かれてその気持ちよくないなんか言えへんし、以外選択肢ないんやから、でそれ気持ちいいって、気持ちよくない時に気持ちいいって聞かれて気持ちいいって言ってしまったら冷めていきますもんね、なんかあるね感情が、これ結構あるあるネタ、そうですか、ほんまっすね、うん、どうやとか気持ちいいとか、うんうん、それを全て排除したものが大人のセックスちゃうかな、まあ確かに確かに、その確認作業、うんうん、なるほどね、言葉は不要ですね、そう痛くないすらいらんと思う、あそうなんすか、これも男女ともに言うからね、うんうんうん、痛みの確認、はいはい痛みの確認しますね、うん、多少痛い時でも痛くないって言うしかないやん、はいはい、確かに、うん、その聞かれた日に男女ともにね、うん、逆に大人もうちょっと我慢できなかったらちょっと痛い痛いって言うから、あそれはなるほど、うん、これ本当は大人のセックスはどういう風に楽しむんですかね、会話というかそういうのは、うん、で言うと理想のこの大人のセックスっていうのは、いやそれは自然に溢れる言葉以外はいらないのよ、ああ、うん、溢れ出る言葉以外はそう、うん、確かに自然に溢れ出る言葉渋いだよ、そりゃそうよ、溢れさ、たとえ溢れ出る言葉が平行いていいとかでもさ、うん、いやよくないですそれが自然に溢れてるんだから、ね、それがなんか自然ならばごめんちょっと今平行いていいとかいい声で、うん、そういうのが大人やと思うよ、自然にできるのやったら別に何言ってもいいってことですか、うん、要するに、うん、この状態でちょっと屁こいてみて、いやその状態で全然大人になっちゃいますよ、トレイになっちゃってる、いや それが自然に出てたんだな、屁こいてみてって相手からしたら求め始めたらもう変っすよ、屁こいていいやったらまだ分かるっすけど、屁こいてみてやったらなんかいやそれ与えたら求めてもいいやろそれ与えもしないのに求めるのが俺一番大人じゃないと思うね、うん、結局いやちょ上級すぎますね、上級すぎるな、うん、言ってること分からん、与えもしないのに求めんなっていう俺のこの理論、うん、いやちょっとわ、うん、おならなんか例えが悪いんですかね、おならっていう、そうですね、多分そこが分かんなくなりますね、平行いていいって、平行いていや言ってること俺は間違ってるの正しいと思うけどね、うん、そのうん、ほんまに、まあ、セックスとしては最悪の状況ですけど、ほんまにおしっこしょんべんしたくなったらもうちょっとしょんべん行ってきていいっていうのも言っても、それ自然に溢れる言葉やったり、止まないはん、中断することだね、もう言わずにしちゃダメなんですかね、まあ、そうやな、大人セックス、はい、大人やな、大人じゃないですか、ちゃんとそれは全然大人、めっちゃ大人っすね、何が大人なんそれ、正しいその出るときは言うてほしい、出る、なんでその場で出るって、うん、その場で出るって言ってそのままじゃーってやるってことですか、うん、何が大人なの、大人だな、子供そういやめちゃくちゃ大人やん、いや大人トイレ行くでしょ別に普通に、いやそれはほんまやってはいけないと思う、やってはいけない、大人は漏らすんじゃないですか、うん、そのまま、そのまま漏らす、ただし漏らす瞬間は言ってほしい、ちゃんとあごめん出るって言ってなんでそれを言ってほしいんですか別にそれも体感したいんやちゃんとへとかフェチの話になってますね、違う違う、これそういうことじゃない、それ例えで言うてるだけやん、例えで言うてるだけやん、あ、はい、気持ちいい、はい、気持ちいいやろ、はい、って別になんちゅうかな、うん、その心から出てる声とは思えないね俺、確かに、その反応が怖くて、はい、その反応でニヤニヤしたくて聞いてるだけという、はいはいはい、確かにちょっとダサい質問ですもんね、うん、痛くないとか、気持ちいいとか、あ気持ちいいわとかはいいってことですね、あそうそう、いいと自然に、うん、行く行くはどうですか、行きそう行きそう
うん、いいですか。それはもうお互い言うた方がいいんちゃう、申告せよ。あ、でも本当に行きそうだったら、うん、行きそうまで 言えないじゃないですか、きっと。いいとかじゃないですか。あ、ね、ほんまの本心ってことですか、はい、大阪の女の子で言う あがんってやつね。あかん、自然に溢れ出てきてますね。あかん、あかん。やっぱ大人セックス渋めですからね。わ、難しいな。試合っぽいっていうか。で、野暮なことがないってことですよね。そうです、そうです、そうです。結局そのセックスの一連のセックスの流れに、その通りが大人のセックスってことですね。野暮を消すという。うん、高典のやつが一番あかんと思う。ええじゃろうかいとか。気持ちいいじゃろうかい。顔にぶっかけたのか、だろうか、これ一番最悪やと思う。どうどうなどうなどうな、感想言えや。もうマジで最悪やと思う。そう、感想、感想言えや。これがもう前言ってた理論にもう合致するというかな、うん、あの、お自称 S のやつってマジで人間として大したことない。自称 S は立ち上がる。マジ大したことない、人間として。マジでクソですよ。まだ人間が分かってないですけどね。 S を売りにしてるのは S やから S。 自分の幼稚性幼稚性をあの、うん、長所や思とんねん、恥ずかしい。間違いない。分かるやろ俺の言ってること。いや、めちゃくちゃ分かります。それを長所やと思ってるとこが恥ずかしい。自称ド S ほどやばいものはないです、うん、自分の拙さ幼稚さ未熟さを全面的に晒してくれてる。これが俺の長所です、うん、寄ってこいや好きなやつ、うん、もうはぁつまんない。いや S が S って言うと、 S やから S って言ってる。いやダメ、最悪。ド S やからド S って言ってるだけで。いやド S はやばいって。自称ド S な。ド S はやばいですね。もう大嫌いやろ。大嫌い。なんでそんななんでそんなん言われなあかん。わかるわ。でも自称ド S のやつ大嫌いじゃない。ド S かもなって言いますね僕。ド S かもな。なんでその中間に行こうと。かもちょっとだけ下げて。濁そうと。最悪からはちょっと下げて。もう大嫌いやろ。大嫌い。その小馬さんの二丁目時代の。うん、世代の人らでド S ってこう公言してた人っているんですか。山下さんとかじゃん。言っとったら得生まれると思ってそうですよ。寄ってくるんちゃう、あのスケベな女だっていう浅ましい感が。本気うどんとかにも出てますもんね。そうやろ。、うん、マナのケンコバさんのが欲しいの相談メッセージの受付は、はい、FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。マナちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。下ネタ浄化計画。さあ、このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです、うん、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。はい、ジョーカーは出会って4秒で勝ったりです。あ、いい、難しいやつ、ちょっと難しいけど行ってみましょうか、はい、シャオロンのこちら広島県下ネタ浄化計画、はい、新月9ドラマ黒い巨根の主演に抜擢されたツートライブ高則。挨拶もそこそこに台本読みに入る俳優タカちゃん。ああ、これはそうだな、この陰茎のブツブツ赤みが出ているのであって4秒で合体してしまっているこの臓器を剥がす手術から始めることにしましょうか。まあ見ててくださいよ、わし失敗しない系のカット、カットからカットが入った後、あの変なキャラ入れないでもらえませんと死ぬほど怒られた高典。その日はトットのタダの家に泊めてもらい慰めてもらったんです。いろんなもんが入ってる、いろんなもん入ってる、よく聞いてくれてるな、このラジオ。王座の終わりのタダさんでね。まあエロはなかったね、うん、まあそうです、あって4秒、うん、そういう病気、病名にしたんですね、うんうん、はい、大阪府猛毒スライムの下ネタ浄化計画。ヒーロー1、くそー時間がない。ヒーロー2、残り何秒だ。ヒーロー1、4秒。ヒーロー2、よし合体だ。出会った4秒で合体ロボ爆誕。敵やばい、合体するの早すぎる。今日のところ許してやる。覚えてろ、地球の平和は守られたのである。一
潔すぎて、まあね、そのままっちゃはそのままやけどエロはないね、うん、爽やかでしたね、うん、ストレートやな、浄化してる、人魚で合体ロボいいですねとなんかもういいですね、ここまで行くよみたいなね、広島県シャオロンの下ネタ浄化計画、あのさ、ツートライブのね周平魂っているじゃないですか、高典の相方のね、うん、あの周平魂を5人集めて合体させて最強の周平魂、周平ダマックスを作りたいんですよ、周平魂です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 、周平大谷です、出会って4秒で合体、ガッ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 ガ、カニとエビの二刀流ですわ、ダメお前大谷翔平がおもんなくなっちゃってるよ、ありがとうございました、トムブラウンさん、うん、トムブラウンさんは使えますね、使えるね、確かに盲点やったら、うん、エロくないですね、大谷翔平がおもんなくなってる、ね、なんでおもろなるはずやろ、何野球選手よりおもんなことされてるあでもあでも素晴らしいですね、うん、いや確かに、大阪府パッパコハメ太郎の下ネタ浄化計画始まりました、名教止水部の五輪、本日はスペシャル回、各武道の達人たちがまさにガチンコ、己の技のプライドをかけて本気の試合に挑んでいただきます。まずは第1試合、タイ王国ムエタイ代表テンガオ・ティンポーム・ラヌクそして対戦相手は韓国テコンドー代表テ4秒、さあゴンが鳴りました、まず圧をかけるのはテコンドーのテ4秒、これはすごい、回り続け止まることなく繰り出される足技、ムエタイのテンガオ、まさに手も足も出せない状態、このまま押し切るのか、あ、股関節膝の使い方でこなせるこの回転技で、あ、テン4秒、腕がタイ、テンガオのたった一発のミドルキックにより粉砕か、腕が持ち上がらないようだ、これではバランスが崩れ持ち前の回転蹴り技が出せない、どうなる、おー、すげえ、回転で、あ、テン4秒、うん、はい、これはすごいですね、これすごいね、これすごい、完璧、韓国の人テン4秒っておりそうやし、はい、そうですね、タイにはテンガオティンポムラヌクおいそうやもん、いやでもほんますごいわ、めちゃくちゃ上手に、しかもムエタイ対テコンドーってなかなか面白い試合を組んでくれるし、そうですね、無理がないです、見応えもありそうね、はい、完璧やった。これは完璧ですね。ですね。はい。浄化ワードは変更しますか。変更するか。変更で。ちょっとね、こういう AV シリーズいいかもしれんね。じゃあ、嫌いな上司と一泊でお願いします。ああ、いいですね。いや、見てまいります。あれ好きなん。あ、好きですね。あっち系。あとな。あっち系。ド S 心がくすぐられる。そうですね。嫌いな上司ともいいですし、うん、生意気な部下とかそういうのがこうやるとか、そういうのも好きですね、うん、嫌いな上司と一泊でいいね、今回は、あ、今回は嫌いな上司と一泊、うん、嫌いな上司と一泊、それが好きな高典、うん、いや好きですね、僕嫌いな上司と、なんド S 心くすぐられるの、ド S、 もうド S なんでね僕は、うわそっち系は大好きですね、うわえどうマナちゃん大嫌いです自称ド S マジやです、自称ド S やろう、自称ド S ですよ自称というかド S ですもん、うわ、うん、うわ、うわ、で一回ド S かもな、気持ち悪い、です気持ち悪い、気持ち悪いはい、はい、それでいきましょう、浄化ワードは、嫌いな上司と一泊です、うん、嫌いな上司と一泊をクリーンな表現に変換させてください、メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください、それではまるちゃんからのお知らせよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、7月6日にですね、はい、あの音フラのライブの上映会がありますので、音フラは死んでなかったわけね、まだ、いやまだ生きてるんです、かろうじて、ごめんなさい、何の上映会、ライブの上映会、ラストライブの上映会を、ファンの皆さんと、はい、音フラの2人で集まるんですか、
はい、私たちも一応行くので。一応一応で一応行くおいや行かない行かんかい絶対行かない別にね、あの上映会で皆さん盛り上がってるところ、はい、いやそれ前後の挨拶が待ってんのよみんな、そうですかね、もしかして1曲ぐらい歌ってくれるかも、あるんじゃないですか、あるかもしれない、まあ、またまたそんな困ることを、まあ、先ほど高典みたいに上映会終わりのエンディングでもう一回やるみたいな、またやるみたいな、ちょっと待ってください皆さんちょっと待ってください本当にほんまに止めに入ってるやん、あんまりそんな言われたらもう行かへん、もうちょっとこれ以上はもう行けなくなってしまいます予定入るかもしれないですか、予定入っちゃうかもしれない、予定入ってんねんもんだからこれが予定やね、そうそう4月6日が3に入っちゃうかもしれないんで、はい、ちょっと、はい、そうですね、あまり期待はしないでいただきながら楽しんでいただければなと、はい、場所とかはいいですか、場所はですねちょっと、各自調査で、各自調査で、わかりました、はい、調べていただけると嬉しいです、はい、じゃあまあじゃあはい、はい、来週もよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。深夜1時30分からケンド小林とスートライブ周平魂と高典がお送りしてきましたテンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガ茶屋、それではメッセージを紹介したいと思います、広島県のシャオロンさんからです。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは、うん、ケンコバさん事件です。何？ツートライブの守衛魂さんがまたあの満劇おうちご飯の撮影をされたそうですよ。事件でも何でもない。しかも今度は30分超えの超大作を撮られたということで、守衛さんは誰も聞いていないで有名な耳肉ラジオ、まあ我らがやってるラジオですね、の中で、これまた小葉さんに知られたらやばいでとおっしゃっていましたので、こちらでお知らせしてさせていただきますね。アップされるのが楽しみですと。ちくりやねん。はいはいはい、これでも30分超えの超大作はもう無理になったんですよね、はあ、あお店取ってしまって、そのお店ボツ30分ボツ、ああ、はい、もう今上がったんですかおうちご飯、もう今はもう全然もう普通に楽屋で普通に食べてるやつが上がっただけで、なるほどなるほど、全然チェックする必要ないですこれは、はい、あ、よかった、何のことやこれ、これだから小葉さんが前言っておられた、ああ2人がそうですそうです自宅で料理作る、はいはい、そう、あれ第2弾が撮影された、はい、ということで、何なんですか、それが何、楽屋でとか見せてどういうこと、前はコロナ禍やったから家で撮らんとかったんですけど、うん、はい、今はみんな結構楽屋でどんな感じでお昼過ごしてるのかとかいう感じの撮ってくださいみたいなのが来るんですよオファーが、うん、ほんで今回その僕はその後輩がおったんで一緒に飯食いに行ったんですよ、飯食べたとこと動画で撮ったら30分ぐらいのやつ撮ったんですけど、まあいろいろあって、なんで漫画劇そんなことしてんの、いやまあだから YouTube のやっぱ活動をしてるよ、はい、それがなんで言わないんですか、何やそれ、何がおもろいねん、いやもうそんな時代じゃないですよ、その小林さんとかおった劇場みたいに、うん、あこれなんかダンスなんかめっちゃかわいそうやったよほんまスタッフとかでしょ、絶対誰かが言うから何やそれ、何がおもろいの説明せえ、怖いね、俺はその時下っ端やったからさシーンとしてるだけやったけど、何やそれ、何がおもろいんやそれ、ほらって言います、どうおもろいんや、ちょっと説明してくれそれ、あんまりこんなん言わんとこ、あんまりこんなん言わんとこっていうのが粗品みたいなモンスター作ったんかな、みんなの怨念が乗り移ってああ一気に爆発してもうバーと、そんなことそういうわけガテンがいったそういうわけではないですそういうシステムにはなってガテンがいった全部が粗品に言ってるわけじゃないです、うんうん、さあこちらの方には、テンガ VIO メンズシートを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております、どうぞ851でお行きください、君危機管理甘いねん、天がギリギリ大喜利、大喜利のお題はマナは手こきするたびにある過去を思い出すすごいね、いやこのお題好きやわ、いいっすね、なんか小説になりそうだな、はい、小説の冒頭やん、ね、そうですね、その過去とはとなっております、1本目2本目とか言って短編でいいね、1本目2本目、いやこれほんま1話完結の12話セットとかで見たいね、そうっすね12本まで、うん、何を思い出すんやろっていう、それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームからテンガチャイを選んで送ってきてください、メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付きテンガをプレゼントいたします、テンガチャイの公式 X そしてインスタグラムも展開しています、ぜひチェックしてください、そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信しますラジコポッドキャストをチェックしてください、今日の放送分は来週月曜日配信予定です、さあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう、お会いいたいケンド小林とツートライブ高典と周平魂でした、さよなら。